クッパジュニア RPG 裏。よし、じゃあ今回もクッパジュニア RPG やっていきますか。というわけで今回から裏でございます。とげ、まず一番最初、裏切り者にはもうワクワクするタイトルでしかないね。もうワクワクしかないよこのタイトル。じゃあ見ていきましょう。まあ、全部ストーリーある系でいいのかな、この裏は。どうなんだろうね。あっくり坊ちゃったちじゃん、ただの。それにしてもゲラゴビッツって卑怯なやつだったんだな。いや、お前ら知ってんだろ、マメイジャーの時に。俺たちはクッパジュニア様とずっと一緒にいたから愛されなかったけど、クッパジュニアは大変だったみたいだな。で、クリッキーヘイハーパタボンは？あ、いるじゃん。でも、クッパ様を裏切るなんてクッパ軍団としてありえないよな。で、この噂を聞きに耳立てちゃって、クリッキーたちがあれなのか、責任感じちゃうのか。あ。あ、噂をすれば。ん？お前らよくそんな堂々と道のど真ん中歩けるな。クッパ様を騙して金庫に閉じ込めたんだって。まあ、あれは鬼畜だわな、本当に。あれは許せねえよ。クッパ様には許してもらったみたいだけど、クッパ軍のみんなはお前たちなんか信用してないぞ。わお。結構、まあな、そりゃな、自分の主をな、罠にはめちゃってるわけだもんな。なんか言えよ。どけよ、このクッパ軍の面汚し。言われまくってんな。ふん、まったく。まあ、なんも言えねえわな。やっぱり、出て行こうか。ホレッキン。でも、お前ら、後にエリート3人組になるんだろ？暇だ、暇だーっと。ん？あ、ジュニアじゃん。おい、お前ら！僕の遊び相手になれよ！いや、僕たちは。お、お前たち、ゲラゴビッツに協力してた奴らだな。それは。願いってまた戻ってくるなんていい度胸してるな。よっぽど自信がないとできないぞ。お前らと遊ぶの楽しそうだ。僕の相手しろよ。いいよ。いいからさっさと準備をしろ。戦うんだ。よーし、行くぞ。僕が10回勝つまでだ。はい。あ、よかったね、隊長たち。むしろ遊び相手新しくクリッキー、ヘイファー、パタボンがいるおかげで、あいつら、暇するんじゃないの。あはは、行こっか。もう遊び相手付き合うメンツじゃねえけどな。行きましょう、土管の陣。さあ、4回戦。さあ、まあ、ヘイファー部隊ですね、まず最初。じゃあ、こっちも気合で。行くぞー。なのに気合入れてる。よく軍団したがってくれたな、ヘイファーたち。まあ、遊び相手だから協力してくれたのかな。じゃあ行きましょうか。で、相手はまあ遠距離というか飛行部隊が割と少なく遠距離が多いイメージかな。ラリーすごいね。ラリー結構盛んだね。はい、オッケー。できればワンワンとか使ってほしいんだが、ワンワンが全然使わないで、なんだ？兵砲艦隊出撃。なに？兵砲艦隊？好きだね、あんたもそれ。ああ、結構今回はちゃんと俺たちを狙ってやがんな。行くぞー、発射ー、ババババババーン。やっぱ裏ってあるだけあって若干強くなってんのかね。まあ、クリッキー、ヘイファー、パタボンだもんな。まあ、前作は最強枠だったが、あ、ごめん、打ち消し遅くなった。毎回俺がどっか書いてる時にお前で技するな。何もせんだろうと思う時に限って体書いてるからさ、やめてくれないかね。オッケー。お前打ち消し、今回書いてないかな。今首かい、かいってんだろ、こいつ。俺のかゆいとこういう言葉に反応して、攻撃してくる。音声認識ついてるわ、これ。それは許されんよね。はい、オッケー、とどめ。ワンワン、空振り。さあ、次行きましょう。さて、サンダーはどのタイミングで使おうかな。次、なんだっけ、遠距離だっけ、飛行か、飛行多めか。まあ、でも、飛行だったら遠距離部隊いるし平気だろう。行くぞー、気合。じゃあ、こっちも気合で。はい、敵の GDD がアップしたが、こっちの GDD もアップ。はい、GDD アップ。で、これってさ、あれなのかな、またクリッキー突撃してくんのかな、危なくなったら。してきそうだよな、あいつのことだし、ワンパターンだもん、あいつ。でもあいつはエリート3人組にこの後なるからね。まあその後降格させられてたけど。どうやってあの後エリートになったんだろうね。こんな逆境状態から。で、コーラスピン。見て。まあ今挑んでるのは飛行部隊だから仕方、飛行部隊に突撃が挑んでるから仕方ないとはいえ、ぶち抜きですね。はい。はい。いいダメージ。すんばらしいよ。さあ、お前らにこれは倒せるから。まあワンワンだからいいでしょう。よく粘ったよ、むしろ。よく頑張った。で、気合とかまあ LP3 回復させたいのであまり技は使いたくないな。まあ、次なんかパタボンがしてきたら何もせんでいきましょう。はい。ワンワンすら倒せないとは。やっと倒せたが。その間に遠距離部隊がお前を血祭りにあげてくれるわ。で、次クリッキーだよな、順番的に。
あ、そうだね、クリボー部隊しかいねえわ。じゃあ行きましょうか。で、行くぞーい、気合い。どうしようかな、サンダー使いたいが、サンダー今な、10LP だから残り3でしょ。最後に使いたいかな。サンダーちょっと使いどこ難しいよね。一番最初使っといた方が良さそうだね、LP10 あるし今。もうレベルアップさせるからね。はい、はい、パパパパン。こっち飛行部隊よ、クリボーくん。大丈夫かい？ほら。スケトかも。何スケって呼んでんだお前、裏切り者のくせに。裏切り者のくせにって、俺も完全あの下っ端クリボーたちと同じ考え方だけど、まあギラコビッツに操られてるとは言ってでもね、どうなんだろうね、今回はやっぱり完全に操られてたのかね、やっぱり。まあでもみんながそう言ってるぐらいです。どうなんだろうな、正直こいつは前科あるからな、前科1班だからな、もう前科2班ぐらいやってる気がするがねえ。正直クリッキー、ヘイファー、パタボーはマジで裏切りすぎだと思う。すぐ悪口言うしね、陰で。マジでクッパ様で無謀だよなとか言ってたし、お前ら正直忠誠心クッパ軍の魂が足んねえのよ、あいつらは。所詮はクリッキー、ヘイファー、パタボンよな。おい、オッケー。まあ、あいつらもな、クッパジュニア RPG じゃなかった。クッパ軍の RPG では強かったのに。今じゃこのありさま。じゃあサンダーでいきますか。気合使ったからサンダーでいきますか。相手も気合でしょ。で、気合使った瞬間、こっちも、はい、オッケー。GDD 全開からのサンダーでございます。サンダーです。はい、ボン。さようなら。さあ、蹂躙だ。行け。さあ、通せ、潰せ。さあ、いいぞ。技を使い、敵を蹴散らせ。はい、どっこいしょ。いいね。これが戦力差よな。で、何？リーファー、リーファー部隊借りるぞ。声高。兵法艦隊。で、兵法艦隊どんな感じ？うわ、的が小さいから狙いやすいんだね。構え。うわー、もう、なんか間違えて撃たれそうなぐらいだけど。あいつも食らってんだ。意外と爆風の範囲でかいな。え？くらえ！何？コーラスピンが。うん、ワンパターン野郎だな。ワンパターン野郎だな、あいつは。行くぞー！攻撃力アップ。まあ、今更感あるがな。行くぞー！いや、やめとけって、その小さい状態、挑むのは無謀すぎない？大丈夫か？勝負だ！あ、はい。じゃあ行きましょうか、打ち消しで。まあこっち気合かかってんのね。じゃあ行きましょうか。行きますよ。ほら、いいね。あ、さらに、ほら、ひどい。何もさせなかったな、お前。クリッキー相変わらず弱えな、敵に回すと。んで、どうよ。うへー、危なかった。クッパジネン様、僕たち城出て、もう一回だ。お前たち強いが勝負するの面白いぞ。クッパジュニア様、これからずっと僕の遊び相手になれ。クッパジュニア様、ずっと城にいて、僕が呼んだらすぐ来いよ。クッパジュニア様、なんだ、嫌なのか？嫌じゃないです。なんだよ、何泣いてんだよ、気持ち悪いぞ。よし、もう一回勝負だ。僕が20回勝つまでだ。10の倍数で増えていくようになってる。行くぞー。え、増えてません？あ、隊長たち。クリッキー、よかったな。とか、隊長はね、同期だもんね。クッパジュニア様の遊び相手。きつかったー。ずっと隊長頑張ってたんだな。クリッキー、頑張れよ。あ、クリボー隊長、お前もこっち来い。ひー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 。逃げた。クリッキーが仲間になった。ヘイファーが仲間になった。パタボンが仲間になった。で、仲間3体増えたな。オッケー、経験値ありがとうございます。で、豆すごいくれるな。デラックスマン10個ずつ。で、クリッキー、エリートを夢見るクリボー、説教や攻撃をかわすのが得意。パタボン、頭のバケツで守りは固い。ヘイファー、ビビる上に攻撃を切るのが大得意。ヘイファーはね、絶対命中が使えるが、今作も使えんのかな。じゃ、こっちのちょっと忘れ去られた3兄弟使ってみるか。いや、飛行マシマシだな、マジで。飛行多めでいいな、後半は。遠距離5体の、そうだね、飛行3体って感じ行きましょうか。そうだね。さて、じゃあ忘れ去られた3兄弟はこのメンツで行きましょう。まあ、敵がちょっと遠距離が多いんだけど、最後後半突撃3体いるんで、ちょっとこっちも飛行に3体しといて、遠距離はまあこの舞台で行きましょう。さあ、レッツラゴーゴーゴー。またムービーあんのか。いいね、ムービーが多いのはありがたいね。で、どうした？なあ、ロイン。ええ。暇だな。ですね。
へい。お、出た。よ。チャンスだ。こいつらダメージを受けて倒れているところと見た。おーい、カメラ持ってこーい。俺様がクッパジュニアとロイをやっつけたという劇的瞬間、スクープに大手でっち上げてゲラゴビッツ様に見せてやるんだ。操られてんじゃねえか。操られちゃってんじゃねえか、お前。なんだお前。何言ってやがる。あ。お前、このロイ様の前にグラサンかけて生きがるとはな。いや、そこなんだ。いい度胸してんな。あ、なんだこの体験は。すっげえ油汗出るぞ。兄貴ー。よ、たった今重要な情報をキャッチしやしたぜ。ゲラゴビッツ様は特区の塔にマリオたちにやられているそうですよ。なーにー、なんで操られたんだよ、ほんとに。どのタイミングで操られたんだよ、お前ら。つまりもうクッパ軍団に戻ります。というか戻りましょう。土下座して謝りましょうよ。パタパタが土下座、笑わせんじゃーねー。おい兄弟、道ってのはな、何のためにあんでい？え？道ってのはな、引き返すためにあるんじゃねえ、進むためにあるんだ。俺はこいつらを倒すぞ。俺の意地という名の道、突き進むんだ。んで、お前たち誰？え？覚えてない？うん、知らない。え、本当に？うん、本当に。全然？全然。覚えてない、だと。頭痛ダルクで出会ったこと、七年衆の居場所を教えたことを、その後実は俺たちがゲラコビッツに寝返っていたことを、今の今まで語られずに俺たちは忘れ去られたってのか。なんならゲラコビッツに操られてるの今知ったよ。あ、兄貴、もう帰りましょうぜ。何があっても負けそうな空気っすよ。ふん、男ってのは負けると分かってても戦う。チリギアは自分で決める。とりゃー、なんで操られてんだよ、お前は。まったく、もう、じゃあ行きますか。俺はもうちゃんと戦う。行くぞ、戦車の陣。パワーアップ行きましょう。んー、パタテンテンしかいねえな。じゃあ行きましょうか。しかも、パタテンテン多いから、あんまり、んー、モートン活躍できないじゃん。で、モートンはどうやら体力が少ない状態かばうとね。なんかすごいらしい。ああ、絶対命中、あれだ、かけてくれたね。いで、いで。やるね。パタテンテンとは思えぬ強さ。え、やるじゃない。んで、モートの、ヘプトロープ。素晴らしい。で、クックック、何が出るか楽しみだな。かっこつけるな。三兄弟。で、遠距離タイプにファイア。いて、あの野郎、遠距離タイプにファイアやめなさいや。クソやるじゃねえか。まさかデカテル倒すとはな。ピン、命中率アップ。いいね、ナイス命中率アップ。さすがヘイファーだな。案の定ついてるのか、命中率アップは。前と同じく絶対命中なのかな。ヘイファーがかけるバフね、絶対命中だったからね。弱体が受けてねえのかな、さすがに。で、LP が少し回復。で、次、なんか、足元にいっぱいいるよ的なやつだ。ふくふく、この攻撃耐えられるから。闇討ち。いっちゃってるからね。あ、でもジュニア気づかないわ。ドスの落とし使ってみる、せっかくだし。よ、ガイだって。で、タイミングはジャンプだよね。スリー、ツー、ワン、ポーン。はい、オッケー。からの、うら、うーん。なんか、なんとも言えないような感じだね。モートそんなレベル、まあ、低いっちゃ低いけど、そんなだよな。そんな10レベルも差あるわけじゃないのね、あの一撃。モートになったらもっと威力上げてもいいとは思うんだがね。命中率アップ、すんばらしいね。もう並大抵のことがない限りは外れない。いや、もうこれ、モートンはあまりリーダーは良くないのかな。こう言っちゃなんだけど。なんかこう言っちゃなんだけどね。クッククこの攻撃に耐えられるから。マグナムヒラー、何？出た！くらえ！うれ、うれ、うれいえ。なんかもっと威力がロイの時はあったような覚えがあるんだが。まあ、いっか。で、うわ、カロン無傷。不死身の戦士。さすがだな。さすが不死身。不死身？まあ、不死身か。で、これ打ち消しですね。さあ、だからなかなかにやはり強いな。やるじゃないの。これは、あいつの皮を見せるべきだったのか。あー、なんか普通にやられそう。普通にやられそうだが大丈夫か。おい、大丈夫か？ラリー。ラリーやるじゃないの。根性見せたね。おい。まあ、これでやられるが、あ、くらいや、ボボボボボボボン。強。相方お前強いな。で、モートンがやられそうだが、ほら、やる。オッケー。ほら、
強っ。で、モートはもうカバオ以外あんまり使わない方が良さそうだな。オッケー、LP が2回復、3回復。で、まあカバオ用に取っといて、気合だな、こっちも。おめえら鬼だぜー、ウィーッス。で、GDD アップからの、GDD 全開だーい、ゴーグー、行くぞー。さあ、いっけー、行っちゃってー、ポン、ドン。いいね、打ち消し。まあ、一体だけしか打ち消せねえが、で、パタパタのやつ、パタ、あれか、パタパタ3兄弟の技。まあ、飛行タイプとはいえ、なかなかに威力あるもんだな。くくく、この攻撃耐えられるかな。お前好きだね、その技。お前その技好きだね。くらい。うれ、うれ、うれいしい。好きだね、その技。なんでその技そんなすんの。くく、何が出るか楽しみだな。うん、さっきはガチャ引いて負けしたな、お前は。普通に強いのに 70% 回復。 70% は奥さんずるいじゃございやせんが、ちょっと 70% はずるいじゃございやせんがね。これはカバウの出番かもしれんな。あー、ヘイファー、クソやるじゃねえか。まあ平気だろう。まあしばらくは平気だろう。ヘイファー頑張ってくれ。ヘイファー頑張れ、お前の力を見せてやれ。あー、やれ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 、ちったで、これでも、モートン先輩の攻撃が、せっかくのモートン先輩の、容赦ないね。軍玉、オッケー。ほら。で、ブーメランいて、若干いてな。ほら。で、危なくなったら、まあ、かばってもらえばいいし、ほらほらほら、ポポポポポポン、クリティカル。そうなんだよね。あれ持ってっかね、クリティカル。で、モートン体力が少なくなった状態、ちょっとかばってみたいんだよね。ちょ、かばってもらおうか。ほら、ボルタ守る。ほら。はい。じゃあ、あと頑張って。モートン体力少なくなんか専用セリフみたいなのあるらしいよ。踏ん張れ。お、前と違って邪魔だよとか言わなくなったんだね。ちゃんと応援してるあたり成長してるわ。強っ。いや負けなかった。いやもうちょっとピンチに落ちるかなと思ったら全然ピンチになんなかった。何がピンチだよ。ピンチのピの字もなかったわ。じゃあいってらっしゃい。さあこれでまあこっちは突撃相手今回はいるんで、まあこっちはなんとかなるでしょう。こういう時限って相手気合使わねえんだな。使うんかい。気合がなくても使うんだね。これぶち抜きだったはず。あれワンワンと同じタイプの技。痛い。まあ出方にはそんな効かんよってわけで。で、闇討ちかい。好きだね。サブリーダーだから何も言わずに襲ってきた。んで、キョロ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 してて、はい。んで、デカテレがだいぶ残ってて、兄貴、誰にやられたんですか。あいつらだ。いや、兄貴より部下の方が強い。よくも兄貴をぶっ飛ばしてやる。おらおらおら。まだ怒りが収まらないぞ。はあ、しかもこいつは兄弟だからグループアタックなのか、なかなかに厄介。はいはい、ドン。まあデカデルを倒せるとはよくやったと褒めてやろうじゃありませんが、だがしかし所詮お前らなぞ俺の敵じゃないぜ。でヘイファー君避けられた。こいつは3人の全員飛行タイプなのか。まあ割と使えるっちゃ使えるのかもしれんが、なかなか難しいな。まあ飛行マシマシの敵だったら、あれだな。いや、突撃マシマシの敵だったら使えるかもね。オッケー、これで賞金に戻ったかな。こいつら悪いやつじゃないから賞金戻してあげたいけどね。この後、俺たちパタパタ3兄弟がどうなったかって。いや、なんで回想なんだよ。ふっ、男ってのは多くは語らねえもんだ。え?パタパタ、語れ語れ語れ、せめて。せめて何があったか語れや。何だったんだ、あいつは。で、パタパタ三兄弟、息ぴったら踏んづきには誰にもかなわない。義と人情で生きるパタパタ三兄弟、全員名前一緒かい。こいつら行動一人一人名前別々とかじゃないんかい。で、お前らが最後の飛行タイプなんかい。なかなか有能だったぞ。じゃあ今回の動画はこのミニミニ大行進やって終わりましょうか。もうパタパタ3兄弟使えって言ってるようなもんやんけ。いやでも最初は突撃3体の方がいいや。突撃むしろ6体。突撃むしろ多い方が良さそうだな。ちょ、突撃、まあ、6体の、飛行1って感じが良さそうですね。編成しましょう。さてじゃあこのミニミニ大行進これでいきますか。まあちょっとモートンが入れられているが、まあ仕方ない。今回ちょっと突撃一番強いのがモートンぐらいしかいなかったんで、このチームでいきましょう。いざとなったらサンダーを使えばいいでしょう。まあ敵のメンツからしてそんなあまり強くなさそうなイメージはあるが。おう。あはは、行こっか。で、すべてのステータス 5% アップ。行くぞ、磁石の陣、命中率アップ。行きましょう。さて、本当に小さいな、相手ら。ん、どういう能力使ってくるんだろう。別にそういうわけじゃない。何も使ってくるわけじゃないんだったら気合で行くか。なんだろう。
ただ単に小さいだけ、ただ単に小さいだけなんだろうね。何なんだろうね。まあいっか、とりあえず倒していきましょう。ファイヤーファイヤー、うん、これは別にムービーとか何もなさそうだよな。で、モートン先輩の、おい、おい、強えな、モートン。で、前よりちょっと技の威力若干下がったかな。まあ、最初は突撃同士だから、硬い方が有利になるわな。で、ドキドキボックス。はい。何？飛行タイプダメージ、あらやだ。それはいやらしいね。で、これはハンマー使いましょう。おー、ピントン。いいね。まあ、こっちちょっと突撃多めだったからね。オッケーオッケー。ほらこの野郎積み寄ってんじゃねえ。オッケー、強いね。まああっちのボス格の方にはうちのね最高戦力が向かってるんで問題ないでしょう。メット硬すぎじゃね。嘘だろ、デカデルをあそこまで追い詰めたの。あいつあんな瀕死の状態までやるじゃん。日産オッケー。デカデル攻撃大丈夫そうなんだ。素早さが高い的には割と不利だからな。デカデル体力とパワーがあっても当てられなきゃ意味がない。いてこの野郎、いてこの野郎、どうしたお前ら、なんか今回なんか調子悪いな。大丈夫か、打ち消しで打ち消しといて大丈夫か、なんか調子悪くないか。おお、おい倍返しとかしといた方がいいかな。うん、別に平気だなこの体力だったら。2対1だしな。オッケー、デカデカだいぶ粘ってくれたのが、んーでかいかも。オッケー、いや敵がすぐ来たが気合が切れちゃったな。普通に硬いなメットとかいるから厄介だね。でトゲゾウ軍団とガボン、まあ、ガボンの連中はやってくれるだろう。で何気合かならこっちもで気合でいきましょう。 GDD 全開、さあさあさあレッツラゴーゴーゴー。わお、それはダメ、それはダメよ。わ、クソ3体しか打ち消さなかったか。これ返り討ちの方が良かったかな。どうなんだろうね。いった、うん、倍返し、ナイスライミー。でワンワン先輩、バーンバーン、素晴らしいね。どんどん、あ、からのビーム、素晴らしい。全員にあのダメージ与えられるあいつって最高だよやっぱり。で何、サンダー、うわサンダーかよ。しかもメンディーナサンダー使ってくるのか。ちっちゃくなっちゃった。さあちっちゃくなってしまったらまあそれはもうどうしようもないわなって感じだわな。みんなが持ってるくれることを願うしかないわ。さあさあさあどんどんいけ、どんどん防虫、どんどん防虫。さあなんかデカテルとテレサが戦っているが正直デカさ的にはそんな大差がない。はい、オッケー、お疲れ。でこっちも、おい打ち消すなや、こっちの性格の技を。ワンワンやっちまえそんなやつら、お前の力見せてやれ。おれ行け、デカテレかい。オッケー、でデカブツ倒して、いや小さいな、デカブツはこっちだったわ。で次もうここでサンダー使っちまうか。一回サンダー使っちまおう。そうしよう、俺気合使ってこいよ。気合使ってきたらお前らの気合無効化してるドキドキかい。そこは気合であれ。だとこっち気合一回使っとこう。でそからのサンダーでいきましょうか。 GDD 全開、いやサンダー最後に取っとくか。ほんと危なくなった時に使った方がいい気がする。オッケー、なんで敵の方が軍団魂叫んだ。うん、こっちの行動パターンが遅いのか。いや、威力ありすぎ。だったらこっちも、なんでそんな端っこ、すごい端っこに寄るじゃん。もっと、真ん中になんかね、寄ってほしかった感があるけど、いや、自爆する気じゃん、あいつら。自爆戦艦ヤマトじゃん。いて、巻き添いが痛い。巻き添いが痛すぎる。いや、トゲゾ強くねえか、トゲメット。なんであいつ、なんであいつあんな強いんだ。まあ、いっか、あいつは自爆してもらって、ドーン。オッケー。さあ、デカテレ VS メット。どういう絵面だ、すごい絵面だな。あーデカデレが、デカデレが、あーこれは打ち消さないでおこう。ちょっと普通に LP 取っておきたい。次のターンあるからね。まあ、いたのは倍返しあるからこっち。これいいぞ、痛いな、よいしょ、倍返しでもいいよ、倍返しちゃおうか。坊ちゃん誰にやられたの。あいつらだ、この野郎。坊ちゃん手を出せ、譲らないぞ。おらダメでしょ、まだ怒りが収まらないぞ。怖いな、強人、無敵、最強って感じ。いた、ちょっと普通に痛いな。おれい、ふう、始末完了。でラストターンでまあサンダー LP3 回復したりするんで、サンダー使えて気合とかでみんなで行きましょうか。さあハックンがいっぱいいますが関係ないね。こっちも気合準備していきましょう。あらら、気合使っちゃっていいんすか。こっちサンダーありますよ。サンダー使った時は使えないんですよね、気合いくら溜まってでも。はい、バイビー、はい、プレゼントフォーユー。さあお前らの気合い無効化だよ。行こうかというわけで、おやめなさいよ、
クソこいつら俺の気合をお前らいいよな LP がいっぱいあるから打ち消すな。もう帰りちゃ1回しかできなかったが、アイピンファイアドドドドドドン、いい素晴らしいよ。さあ元に戻ったがすでにお前らの部隊なの満身創痍よ。だからハックンと戦ってんのか、あーデカデカタックンと戦ってんのか、ちょっと配置ミスったか。おいそれ打ち消した片方は、え なんか死んだあいつの片方の相方死んだな。手裏剣は、肉壁でデカテでさ、ありがとう。というわけでクリアです。なんもないのかな、なんもないやー、まさかなんもないイベントで、次がいよいよあれか、あれだね、クエスト100回以上クリアだね。うん、違う。クッパだって言いたかったの。さあ、というわけで、これクッパのルートが開いたけど、二人のクッパ、いやもうメンツが最強じゃん。メンツがもう、脳筋すぎるもんね。そして、で、割と属性がバラバラ。いや、これ編成なかなかにむずいって言いたいところだが、前線に突撃2体配置しとけばなんとかなりそう感はあるんだよなーって感じはするので、まあ、これは次回やりましょう。レベル45レベルだもん。ちょっとレベル上げ必要だわ。というわけでみんな、ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はこの二人のクッパーやっていこうかと思う。所存。バイバイ。